個人的なことは政治的なことであるという、はいはいはい、まあ、言葉で、まあ、なんか語られていてですね、はい、まあ、これはまあフェミニズムに詳しい人はご存知でしょうけど、はい、第2波のフェミニズムのある種のなんか中核的なメッセージでもあって、はい、いわゆるリベラリズムっていうのは公的領域と私的領域みたいなものを分割して、はい、まあ、私的領域っていうのは個人の自由で、まあ、ほっといておくべきことで、まあ、公的領域の方にまあ政治っていうのがあってねっていうようなことをまあ言いがちなんですけども、はい、ただまあフェミニストはいや、そういうようなことを言ってるから私的領域の中にある政治みたいなものが忘れ去られていて、例えば、まあ、あの女性がね、その家事労働を無料でね やるで、それを男たちは普通だと思ってるけどそれっておかしくないですかと、まあ、そういうようなあの問題意識の中でこの私的あるいは個人的なことを政治のまあ舞台に、その上げていくっていうまあ運動があったと。でただこの、 あの本の中でこの文句が用いられていることっていうのは、やっぱりなんか二重のなんか響き方があるかなっていうふうに思うんですよね。当時のこれでは文学運動者あるいは共産党員たちもまあ用いていたっていうところがあると思うんですよ。個人的なことは政治的なことであると。だからお前がその低層みたいなものを大事にしていると思ってるけど、これそれもやっぱり政治なんだから、それをちゃんと差し出してこその一人前の共産党員だろうみたいな仕方で、その個人的なものを公的なもの、そういうある種の装いのもとで散脱してしまう、その理屈を示してもいると思うんだけどね。だからこれは二重だと思うんだよね。女性をエンパワーメントする理屈でもあると同時に、同時に女性の尊厳というかある種の性的な自由というものを奪う、この理屈にも使われていってしまう。